こんにちは。はじめに、実藤勇貴選手、ベガタ仙台へようこそ。梅木さんと一緒に、あなたも途中から仙台に来てくれたことをとても感謝しています。ここからベガルタはさらに加速して J1 復帰をしないといけないので、あなたたち2人の力が必要です。次の試合から出られるということで非常に楽しみにしております。これから仙台よろしくお願いします。さて、まあ、先日の試合ですが、まあ、今季ワーストゲームだったということで、監督が、まあ、先発メンバーをいじったことは全然悪くないと思います。まあ、ただチームとし全体としてやってはいけないミスをまた犯してしまったこと、今季ダメな試合の時にそのよく指摘されていたサポーターからも選手たち自身が分かっていることでもあると思うんですけど、そこが本当に今節も出てしまったのは非常に残念かなというところですね。なので、まあ一般的な人間の感覚として、1回目大きなミスをしました、やばいことしたなと思いますよね。2回目同じミスをしました、マジでやばい、どうしようってなりますよね。そして、まあ、3回目、4回目と続くんであれば、本当に、俺本当にやばいな。自分ちょっとアホなんじゃないかなって、危機感を持たないと、それはまずいと思います。まあ、岡山は相性悪い相手でもあったと思うので、今回のことは切り替えて、中断期間前の最後の試合、徳島戦に向かっていきましょう。それでは今回の採点こちらです。まあ、ミスの回数、さっき私が言った1回目、2回目、3回目の話ですね。まあ知念は前の動画でも話した通り、正直大怪我してからは選手としてもやっていくのは厳しいのかなと思ってます。選手を見捨てないっていう気持ちもわかるんですけど、まあしっかり見切りをつけて他の選手にチャンスを与えるのも指導者の役目だと私は思います。同じ選手を引っ張り続けるのは良くないと思います。良くないパフォーマンスしてる選手を、結局強い選手っていうのはどんな境遇でも這い上がってくるので、甘勝ちすぎは良くないのかなと思いました。青い復帰おめでとう。まあ、今回全体的に良くなかったので本当に切り替えて、林もまあファンブルしちゃったんですけど、これまでの試合良かったで済ますんじゃなくて、そこは本当にダメだった点はしっかり反省して、チーム全体で何が良かったのか、個人としてもこうどういうディフェンスをしたかったのかとか、そこはしっかりミスしたシーンをチーム全体でしっかり振り返ってほしいなと思います。とりあえず切り替えていきましょう。まあ、次、中断期間前最後の試合、徳島戦。相手は天皇杯挟んでの連戦になりますし、仙台はアウェーですがしっかり勝ち点差を取って中断期間を迎えていきましょう。個人的には中断期間、まあ二部連でしっかり練習してほしいと思ってます。それでは引き続きよろしくお願いします。